RMC ロードスターライレー1.5サルーンライレーは英国の自動車製造メーカー及びそのブランドである。起源はライレー家が1890年に自転車メーカーを買収し社名変更して以来のものである。1900年代以降ライレー家の4人の息子たちが自動車及び自動車部品を製造する複数の会社を経営し小型中級の高性能車メーカーとして 名声を得た。しかしのち経営に行き詰まり、1938年に大手企業のナフフィールド参加となる。その後、BMC への移行を経て、ブリティッシュレーランドの一ブランドとなった。今日そのブランドの商標権は BMW が所有しているが、この名称での自動車生産は1969年以降と抱いている。英国コベントリーでボニックサイクルカンパニーとして、 創業していた会社を1890年、ウィリアム・ライレイ・ジュニアが買収し、ライレイ・サイクル・カンパニーと社名を変更。その後自転車のギアを製造していたスター・ミー・アーチャーも買収し、自転車メーカーとしての規模を拡大していった。機械好きだった息子のパーシー・ライレイは、当時まだ10代だったが、遊び半分で出現したばかりの自動車を作り始める。パーシーが作り上げた。 最初の車は1898年、彼がわずか16歳の時、父親の許可が降りないために内緒で制作したもので、後に英国自動車産業の街として有名になったコベントリーでも最初の自動車だった。パーシーの制作する車両は1899年にはオートバイから四輪自転車のプロトタイプにまで発展し、1900年にはミワ自動車を販売するまでになった。 ただしこの時点ではまだ本格的な自動車会社とは言えなかった。それでも自転車との関連性からオートバイ販売に手を広げるなど、大霊一家の自動車業界への関わりは深まっていった。1903年、パーシー来霊は同じコベントリーで来霊エンジンカンパニーを設立。当初は来霊のオートバイ用エンジンの製作を主としていたが、ほどなくして、 ライトカーと呼ばれる小型軽量級の四輪自動車の生産に移行した。V が立つイン搭載のツアラーのプロトタイプを1905年に製作し、この車が一般には最初の来霊製自動車と認定されている。エンジンカンパニーは翌年拡張、一方1907年に自動車生産に集中することとなって、1911年に自転車生産は終了している。 パーシーの道楽から始まった自動車開発がビジネスとして軌道に乗り始めたのである。1912年、ライレー自転車会社はライレー会社と社名を変更した。ウィリアムライレーは急速に発展している自動車産業でホイールサプライヤーとなることを決定。脱着用意のセンターの区式のワイヤーホイール開発に取り組んで市場で成功し、業界の先駆者となった。 1913年の初頭、パーシーは3人の兄と共に、ライトカーよりもさらに本格的な自動車製造に乗り出す。ライレーモーターマニュファクチャリングカンパニーは、パーシーのライレーエンジンカンパニーの近くに設立した。最初のモデルは17、30でロンドンモーターショーに出品されたが、商業的には不成功であった。ついで、 スタンレー・ライレイがまた別の会社ネオエンジンカンパニーを作り、彼自身の4機と 10HP の自動車の生産を始める。ライレイは飛行機のエンジンも製造するようになり、第一次世界大戦ではすでに英国の主要な供給元となっていた。戦争が終わった後の1918年、ライレイの会社は再編される。ライレイモーターマニファクチャリングは、 アラン・ライレイの下にミッドランドモーターボディとなり、ライレイのボディ製造を行うコーチビルダーとなる。ライレイエンジンカンパニーは引き続きパーシーの下でエンジンサプライヤーとして継続していた。だが、本業の自動車販売の面で適切なモデルを書いていたことから、ライレイ兄弟以外の技術者としてハリー・ラッシュが招聘され、量産向けで合理的な設計のニューモデル、イレブンを開発。 このモデルは堅実かつ丈夫な小型車でよく売れ、大礼の経営を安定させることになった。この頃、大礼のエンブレムとして長く使われたブルーダイヤモンドバッジがハリーラッシュにより作られている。当時のシャゼは、アズオールドアズザインダストリー、アズ、モダンアズザアワー、自動車業界の歴史と共に歩み、 時間と共に歩むナインファルコンライレ礼は1920年代から1930年代にかけて急速に成長する。パーシーライレ礼は1926年に新型車向けのエンジンとしてハイカムシャフトのオフ方式だが、旧排気弁それぞれに専用のカムを持つ独特のツインカムオフエンジンを開発した。燃焼効率の良い半球型燃焼室と、 クロスフロー級廃棄などの DOHC エンジンに近い機能が実現された。この時代の最チェシー DOHC エンジンにおいては、カムシャフトの駆動について、重量、騒音のかさむシャフトないし、ギア、または耐久性にリスクを抱える長大なチェーンのいずれかを用いねばならなかった。ツインハイカムシャフトオフはこのカムシャフト駆動問題を、 当時すでに一般的なレイアウトであったオフの応用で回避したものである。外見は DOHC エンジンに類似した旧廃棄2列のヘッドカバーを持ち、その後1957年までの来霊車に共通して使われるレイアウトになった。ツインカムオフは1930年代にかけての来霊車のほとんどに搭載され、同時代の競合車と比べ卓越した高性能を 来霊車にもたらした。最初にこのタイプのエンジンを搭載して1926年に発売された 1100cc 車9は低いシャーシュと相まって操縦性の良い小型高性能車で1930年代中期まで長く生産され来霊の名声を高めた。来霊エンジンでは4気筒、6気筒、8気筒エンジンを生産、ミッドランドでは1ダース以上のバリエーションがある多様な ボディを生産していた。誇張ではなく、この時点で来例へのボディバリエーションは以下のごとく多数に上った。4気筒、6気筒の各モデルには顧客の好みで自在にボディを仮装でき、保守的セダンからスポーティなレーシングボディまであらゆるものが揃っていた。蒸気の中でもサルーンボディのファルコン、ケストレル、スポーツ系のブルックランズ、マイルパーアーなどは特に傑作と言える。 レディメイドデザインである。だが中規模のメーカーであるにもかかわらずこのように再現なくモデル数を増やしたことは熟練校の人件費が比較的安かった当時のイギリスでも懸命な販売策とは言えず1936年頃にはモデル増大の一方でそれら多彩なボディ相互で共通の部品はほとんどないという状況になり生産コストは課題となっていた。 このような厳しい状態にもかかわらず、ビクター・ライレーは、新型の最高級車オートビアを企画するという、検討外れの無謀な挑戦を試みた。大型の V8 サルーンとリムジンであり、ロールスロイスの中型モデルである25、30HP 系列と、真っ向から競合するモデルだった。ライレーの子会社として、同名の会社オートビアを設立し、オートビア社はそこで制作された。 このために専属運転手の養成学校まで設立したが、高級車クラスに新規参入することは到底容易なことではなく、1938年の来例、経営破綻に伴って、わずか35台が製造されるにとどまった。1920年代後半、ヒルクライムやルマン24時間レースで活躍したワークスチーム、プライベートチームとして、来例ブルックランズがある。 女性レーサー、カイペトリーや、ドロシーチャンプニーにレーシングモデルを提供した。このチームは、パーシーライレーの手になる勝敗機量高回転の9-12系列のツインカムエンジンを搭載し、何度もタイムを更新した。来ー製ツインカムエンジンのレースフィールドにおける、戦闘力は、第二次世界大戦後になっても侮りがたいもので、戦前型ライレーのエンジンを、 レースで用いたスターリング模試もその高いポテンシャルを評価している。レース界での華やかな戦績とは裏腹に、来例の経営は年々厳しくなっていた。中堅中級者メーカーという企業の位置づけと規模に、比べ、ボディまで自社系列生産、かつ、多品種少量生産を続けてきた、非効率さが経営を悪化させた。主力となるべき、モデルの 9は税制によって 1100cc という排気量束縛を受け、1930年代に入ると、オプション装備の追加に伴う重量増加にエンジン出力向上が追いつかず、性能低下に悩まされるようになっていた。そしてこの頃、同じコベントリーの新興メーカーであるジャガーが、量産車のスタンダードのパワーユニットをベースに、スタイリッシュな低価格中級車を送り出し、 直接の脅威となってきた。打開策の一つとして、エンジン種類の集約が検討され、1934から35年に、社内の技術者、レイモンド・ヒューローズの手で、新型エンジンが開発された。この新型エンジンは、直列4気筒3ベアリングの1.5リッターと2.5リッターである。後者は、当時のイギリスでは、珍しい大排気量4気筒で、ビッグ、 こと呼ばれた。パーシー来霊流のユニークなヘミヘッドツインカムオフ、機構は、ローズの新エンジンにも継承された。イギリスでは1930年代前半まで、中級者向けエンジンには、低振動の直列6気筒がもてはやされ、来霊も含めて1300から 1700cc クラスにも6気筒が珍しくなかったが、1930年代中期に、 なると、エンジンのフローティングマウントが実用となり、設計と搭載方法さえ良ければ4気筒エンジンでも、相当に振動を抑えられるようになってきていた。これを背景に、パーシーが設計した、在来6気筒エンジンや、オートビア用エンジンとして開発されていた、V 型8気筒エンジンに代わるものとして、ローズは4気筒を採用したのである。なおローズは、ほどなくライレーをし、 独立系の小規模中級車メーカーであるリー・フランシスに移籍、ライレー用とほとんど同じレイアウトのエンジンを設計した。1937年、経営困難に陥っていたライレーは他社との提携を考えるようになる。1932年のモータースポーツでの成功のピークでワークスとしての活動を中止していたものの、ブルックランズ系のエラーへのエンジン供給は続けていた。 高性能小型車メーカーとしての名声は、来例を支える数少ないプラス材料だった。当時、ドイツミューンヘンの BMW から英国で活動するための提携の申し出を受けたが、来例は自国の会社との提携を要望しており、同じコベントリーのトライアンフモーターカンパニーを提携先として適切と考えていた。しかし、トライアンフと交渉を進めるにも、 すでに経営の行き詰まりが進んで手遅れの状態で1938年2月には経営破綻、ライレイとオートビアは関在人の手に委ねられた。レース界の競合でもあったコベントリーの名門メーカーはほどなく大手の量産車メーカーであるモーリス社を核としたナッフィールドの参加となった。一方、ライレイエンジンカンパニーは PR モータースと社名を変更。 エンジンと部品の量産を続けた。しかしながら、PR モータース以外のライレーの会社は、BMC に吸収されることになる。パーシーは1941年に死去した。その後、PR モータースは、トランスミッション部品の製造も始め、ニューエイジトランスミッションズとして、現在も創業を続けている。結婚式用に飾り付けされた、ライレー RMA ライレーとオートビアは、 ウィリアム・モーリスに14万3000ポンドで買収されたが、ビクター・ライレーが引き続き社の運営を任される。これはすぐに、ウィリアム・モーリスの所有していた、モーリス・モーター・カンパニーに1ポンドで売却され、以降モーリスグループ企業群は、ナフフィールド・オーガニゼーションと呼ばれるようになる。ナフフィールドは会社を早期に、黒字化することを急ぎ、採算性に乏しいオートビア事業は停止された。 経営破綻直前当時、来例は量産エンジンを RH ローズの設計した新型4気筒2種に集約し、これを搭載したスマートな新型車を開発していたが、高性能な新型エンジンに半自動トランスミッションを装備し、流線型ディテールを取り入れたスマートなニューモデル、ビッグフォーの製造台数はわずかだった。エンジン以外の部品を コストの観点からモーリスと共通化し、従来のライレーのスポーティなイメージとは、遠い、魅力に欠けるスタイルのモデルと評された、十二十六が、九百四十年代、初頭の戦時体制以降による民生用車両を生産中止まで制作された。第二次世界大戦が終わると、ライレーモータースが再行され、九百四十五年には、戦前以来の四気筒エンジンを使って、 いち早く戦後型のニューモデル RM シリーズを発表した。ボディシャーシとも専用設計され、戦前最盛期の来例にも悲見する内容を備えたモデルである。RMA では1.5リットルエンジンを人民元ではビッグフォー2 5を搭載した。この RM シリーズは素敵なドライブというキャッチコピーのもと、ナッフィールドの上級者として販売された。 伝統的な木骨ボディを用いたスマートで上質な中級車だったが、画期的だったのは、フロントサスペンションがトーションバーとウィッシュボーンによる独立喧嘩で、ステアリングもラックピニオンになるなど近代化されていた点であった。これは1934年発表のシトルエントラクシオンアワンの影響を受けたものである。ビクター・ライレイは1947年に、 ナッフィールドを去った。コベントリーのライレー工場は生産を停止し、ライレー車の生産は同じナッフィールド系である MG のアビントン工場に統合された。ナッフィールドのブランドはゼネラルモーターズ式のフルライン方式に再構成され、モーリスが低価格車、MG がスポーツカー、ウーズレが高級車という位置づけとなった。しかしバンデンプラとライレーも 最高級の位置づけで重複し、しかもナフフィールドは既存ユーザーの離反を恐れて各ブランドを維持し続けたため、結果としてブランド戦略に混乱をきたした。パスファインダーライレイツインカムエンジンを積んだ最後のモデルとなった4-72エルフマーク 3V12 となった。この結果、ブランド戦略の混乱、作装とプロダクションモデルの特徴規薄化は救い難いものとなった。 ライレイは MG とウーズレイの間に置かれ、ライレイモデルのほとんどはオースチン、モーリスで設計された車のバッチエンジニアリング、つまり、姉妹車となってしまった。BMC での代表的なライレイ車としては、ナッフィールド時代から開発が進められ、1953年から生産されたライレイパスファインダーが挙げられる。これは、ライレイ2.5リットル4気筒エンジンを搭載し、 大霊 RM シリーズの後継となった。イタリアンデザインの影響を受けながら構築されたフルアイズフラッシュサイドのオールスチールボディはナッフィールドに所属していたジェラルド・パーマーによる社内デザインである。これはボディを共用して別エンジンを搭載し内外装を若干変更したウーズレー6-90のベースともなっている。しかし伝統ある大霊ツインカムは同弁、吸排気系が 両側に配置され、加工箇所も多いため、高性能だが、基本的に大量生産に不向きな、高コストエンジンであった。対して、戦後開発された BMC 標準エンジンはいずれも、構造単純なターンフローオフで、エンジン型側に、同弁系一切が集約され、当時のトランスファーマシンでも一括加工しやすかった。この結果、BMC は、 急なフィールド計画者に混在していたサイドバルブ、サイチェシー、そして大レーツインカムオフなど雑多なエンジンを合理化対象にして製造中止し、1950年代後半までには大排気量6気筒エンジンを搭載していた一部の最高級モデルを除いて、ほとんどの量産車種を ABC いずれかの標準エンジン搭載に集約してしまった。 このため1957年以降パスファインダーは、ウーズレイ6、90とのエンジン面での違いもなくなり、内外装にわずかな差別化が見られるだけのライレイ2.6という名前の姉妹車となった。2.6は対戦後唯一の6気筒、ライレーではあったが、そのエンジンは量産性と汎用性だけが取り柄で、性能面ではいささか凡用ど重な C シリーズエンジンであり、 それ以前のビッグフォー2 5より、性能は低下した。これが、来例最後の大型モデルであったが、1959年5月には、生産終了した。長年の経緯から名ばかりが残ったような、来例とウーズレーは、小型車が主流となり、来例は2リットル以下のセグメントに修練された。1957年、来例1.5と、ウーズレイ1500が登場した。 シャーシ設計の優れた 1000cc 級小型車、モーリスマイナーのフロアパネルを利用し、フルワイズの丸みのあるボディに1クラス上の 1500cc エンジンを搭載したウーズレイとライレイの姉妹車である。外見は共通だったがライレイは、よりスポーティな車として宣伝された。このシリーズは小型車レースでも大いに活躍したが、生産期間は長くなかった。 1959年4月での来例の最上級は、来令4-68サルーン。今回は、MG マグネットマーク3とウーズレイ15-60と姉妹車だった。1961年には、全車ともにモデルチェンジされ、来令4-76となる。4-68-4-70は、オースチン A50 系のバッジエンジニアリングとも言うべき、もので、 内外装の仕上げはともかく、骨格と性能は極めて凡庸な実用セダンに過ぎず、スポーティさとはほど遠い車であった。最後のライレーとなったのは、1960年代、ミニベースで作られた、ライレーエルフ及び、ミニの上位モデルにあたるアド16シリーズの一つ、ライレー霊ケストレルである。もちろんこれにも、ウーズレーの姉妹モデルがあり、ウーズレーホーネットウーズレー1100、1300と称した。 今回は外見が異なり中身が一緒となっていた。これら最後のライレーとなったバッジエンジニアリングモデルの生産終了は1969年だった。以後ブランドは休止状態である。1994年、ローバーグループが BMW に買収された。ミニが BMW、ミニとなり、BMW はトライアンフとライレーのブランド商標権をも保持することになった。 BMW は長く生産されて、ブランド性の高いミニを BMW ミニとして復活させたが、大例の空白期間はあまりにも長く、近い将来に大例が復活する見込みは立っていない。大例モデル一覧ライリー RMD。ありがとうございます。